はようございます。今日は21日です。1月の21日の金曜日、雪の日でございます。はい、ゆか美人さんの着物の肌着ワンピース、これ S サイズですね。はい、着ております。はい、でですね、長襦袢が、はい、ボタ織りですね。ボタ織りでちょっと襟を変えました。北谷さんからいただいて、ありがとうございます。襟で、これは多分尻尾重ねだと思います。綺麗なグラデーションですね。すごく爽やかな青と緑の尻尾グラデーション、重ねグラデーションなんですけれども、ちょっとなんか涼しげすぎるかなと思ったんだけど、まあね、空の色が暗すぎるんでね、襟ぐらい明るくいこうかなという感じですね。ここ数日もう石川県は本当電車が出るんだか止まるんだかみたいなぐらい不安定な感じになってて、もね、昔はそんな簡単に電車って止まんなかったんですけどね。バスはよく遅れましたけどね、私の学生時代も。雪が降った日は朝ほんとバスがずーっと来なくて、私バス停で埋もれちゃうかもぐらいずっと雪が降ってる中待ってた記憶がありますけれども、それでも学校はね、休校にはならないんでね、昔はね、バス来んかったわって言いながら学校へ行くみたいな、そんな感じだったな。一限が終わるぐらいにやっと着いたりとかね。そんな感じでしたけどね。おいおい、7時半のバスがよ、みたいな。おいおいおい、8時半とかかよ、来たの、みたいな。どんだけ待ってんだよ、みたいなね。もう、回路必需品でしたね。昔はね、そんなもんでしたね。はい、で、寒いんですけど、生理で、あんま、長毛も着たくないな、というので、はい、会津木綿ですね。はい、桜餅ちゃん、これを着て、まあ、気持ちよく過ごそうかなという感じですね。やっぱり長襦袢も着物も本当に自分のサイズに合ってると肩に負担がねかかんないんで、肩こりもないんで、ならな、なんていうのかな、肩こりにならないというか、肩こりなんですよ、もともと。で、なんか、エモンが変な風に抜けてたりすると、肩こり悪化しちゃうので、やっぱ、自分のサイズじゃないと、長襦袢無理に合わせたり、着物無理に合わせたりするので、ちょっとズレが生じて、ちょっと姿勢に無理がかかったりするので、こういうね、ちょっと生理で辛い時はなるべく自分のサイズのものを着た方が体が楽って感じかな。でもまあ、いただいたものとかリサイクルのものでも割に自分のサイズに近いものしか私は持ってないので、それでも楽な方なんですけどね。あんまり自分のサイズとかけ離れたものっていうのは、まあ仕事で前着物を提供、その着物で接客してた時のパートさんのやつなら残ってるかな。もうボロボロでどうしようかなって思ってるんですけど、私より背が高くて160前半の方が一人、着物で出てた方のが残ってるんですけど、もうパン屋でやってたからウールなんだけど、もうカチャカチャなんですよね。カチャカチャで汚いしなみたいな。モスの長襦袢もちょっと大きいサイズあるけどこれな、もう脇とか破けてるしなみたいなのならあるんでね、どうしたもんだかですよね。なんか
生地全体的にもう汚くて、洗っててももうね汚れてて、ダメかなっていう感じはありますけどね。なんとなく捨てれずに置いてある感じはあるんですけども、それがまあここの一番下にあるんで、そういうのに場所取ってんのももったいないし、そろそろねもう処分するならしなきゃなと思って、もう表面的に汚いならどうしようもないよねっていうのはもうあるんだけど、貧乏症で取っちゃってるんですよね。もうほんとあれですよ、ピリッピリ身厚ピリッピリなんですよ。しょうがないですけどね、仕事で使うとそうなりますよね。で今日はですね、ちょっと着替え終わったら、収納の方をお見せします。インスタの方のダイレクトメッセージでリクエストをいただいてまして、収納、着物の収納に困っていると、で私の収納の仕方を見たいというリクエストがあったのでお見せします。まあこれは部屋自体がもう収納部屋なんですけど、ここはウォークインクローゼットです。4畳半あります。ウォークインクローゼットで4畳半ってどんなんよって感じなんですけど、動画撮るには狭い部屋で撮ってるなと思われると思うんですけど、結構でかいんですよウォークインクローゼット。でもそこには本当になんていうのかな、今の家なんで押し入れとかがないので、ちょっと物置やるにはやだなとかっていう息子の小さい時の思い出のものとかここら辺とかに入ってたりとかするので、結局私の部屋が一番物置みたいな状態にもなってるんですよね。男2人なんでね、息子とねマネージャーなんで、あといる人たちがね、そういうねなんかなんだろう、思い出のものを大事に取っとくとかっていう習慣がないので、ほっとくとバンバン捨て出しちゃうので、それだとね寂しいので、私が年を取って動けなくなった時にそういうものを見て暮らしたいから大事に取ってあるんです、私の部屋に。子供のちっちゃい時作ってあげたお洋服とかね、それでいつも遊んでくれてたしとかね、そういう思い出の初めて買ったものとかね、そういうのです。それとは別に、まあ、着物が置いてあるという感じです。今日ははい、胡錦涛さんの玉ねぎ染めの紡ぎ帯ですね。でこの色と何が合うかなとか思って、黄色に持ってった方がいいかなと思って、で帯締めを緑にして、でちょっと可愛くこのスズランのチエッサの帯留めです。はいね、春だねこれだとね、いいじゃんもう。もう本当に寒いから春を思い出したい、気持ちだけで、気持ちだけは春でも、暖かさは真冬みたいな服装なんですけど、多分これを流すのは月曜日になるのかな。なんかね、ちょうどもうあれ、お出かけしづらくなってきたねみたいな感じにまたなってきましたけれどもね、あんま暗い気持ちにならずに時を待とう。ね、じっくり時を待とう。
まあ、丁寧に暮らすようになったかな。良かったことって言ったら、普段の食生活とか、なんていうのかな、体力がね、維持できるように、そういうの大事だなってね、改めて感じたなと思いますね。大事にしなきゃなと思って暮らしております。今更ですが。最近は石川県はあんまり赤かぶは作られていなくて、赤大根がよく作られていて、 JA には置いてあって、普通のスーパーさんにはあんまり置いてないんですけれども、赤かぶの甘酢漬けを作ったら美味しかったから、じゃあ赤大根でもと思って、赤大根の甘酢漬けをよく作ってますね。なんかね、らっきょう酢だけで簡単に本当はできるんですけど、主婦はね、ちょっと酢があんまり得意じゃなくって、甘酢漬けもかなり酢が弱くないとちょっとクーってなりやすいので、自分で調整したいので、みつかん簡単酢を買って、でそれにお砂糖、お塩で本だしを入れるんですよね。スティックタイプの粉末の本だし入れると、入れないで塩と砂糖だけで甘酢漬けつけるやると、結構シュールにバランス悪かったりすると変な味になるんですけど、本だし入れると割に適当でもいい味になるので、本だし入れるのおすすめです。料理が全然得意な方はそんな必要ないと思うし、ちゃんと分量を測れる方は全然必要ないと思うんですけど、私みたいに分量を測らずに目分量でちゃってやるタイプの方は、結構ね、シュールに、あ、塩多かった、あ、砂糖多かったみたいになっちゃうんで、そういう方は、本だしを入れると塩ほとんど入れなくてもだいたいバランス取れますんで、おすすめですよ。お酢が苦手でも、やっぱりちょっとさっぱりした甘酢漬けっていうのは好きで、千枚漬けが好きなんですよ。なので千枚漬けみたいな味付けにしたくて、まあ昆布じゃん、千枚漬けって。でなので本だし入れたという感じなんですけど、いい感じですね。はい、今日こんな感じでございます。あ、もうすごいシンプルに可愛らしい、普段着が出来上がりっていう感じなんですけど、会津木綿あったかいですね、一重でも。会津木綿とお田織の長襦袢って前も合わせてましたけど、もう結構好きで、あったかくて、好きなんですよね。はい、こんな感じでございます。これで安心して動けるねっていうコーデでございますが、はい、襟はね、北谷さんのね、このグラデーションがすごく素敵ですね。青と緑の重ね尻尾文様、手ぬぐい範囲です。ありがとうございます、北谷さん。今年もよろしくお願いします。私はね、今年こそは北谷さんの染めてるところに行きたいなと思うんですけれどもね。私行ったことなくて。はい、でですね、着物が、染めより小玉さんで作っていただいた会津木綿の桜餅ちゃんですね。そんな名前じゃないと思うんですけれども、はい、で、長襦袢も染めより小玉さんで作ってもらったボタン織りの長襦袢です。はい、で帯が胡錦涛さんの紬半幅帯の玉ねぎ染めですね。この黄色は一番染めで強い黄色の方です。可愛いですね。で帯締めがモタハンさんの4部紐、ひび紐ですね。それに呉服さんの、
スズランちゃんのカンカン帯留め、かわいい。いいよね、5月じゃなくてもつけたいし。はい、で、旅が、ふわもこ旅ですね。恵比寿旅さんの紫です。紫にバーっと小さい、草の絵が描いてあるやつなんですけどね。はい、で、ですね、かんざしが、つまみ細工の猫肉球がついたかんざしと、あとは、からしのシュシュと、これ八掛けですね。で、おろく串です。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい。ちょっとからしと、この帯のからしとっていう感じでね。どっか合ってる感じですね。こことここみたいな感じでね。で、まあ、これとこのキラキラ系が似てるかな、みたいな感じでございます。で、ですね。私の、まあ、着物、収納は、もう皆さん知ってらっしゃる方の方が多いと思うんですけど、ここに収納してあるのとここにかかってるのが2つっていう状態なんですね。着物って毎回洗わないのが多いんですよ、季節的に。冬は、夏は私着物も長襦袢ももう毎回洗います。1回袖通したら必ず洗います。もう汗汚れ、油汚れ、匂いがつく方が絶対嫌なのですぐ洗うんですけれども、冬場に関してはそうですね、何回かは着ますね。木綿の着物ですら何回かは着ますね。で、まあ木綿の着物に関しては着てるうちに伸びてくるので、いろんなところが膝が伸びてきたりとか、襟がちょっと伸びてきたりとか、そしてそういうなんていうのかな、着てるうちにできる独特のその生地の歪みが激しくなったら洗う感じかな。そんなに汚れる感じはないんですけれども、なので3回ぐらいで洗うかな。強い生地だと、まあ、4回5回ぐらい着れるかなっていう感じなんですけれども、だいたい3回ぐらいで洗っている感じです。でウールに関してもそれぐらいですね。ウールは結構気象条件が悪い時に着るので一回でも洗う時はありますね。すっごい雨風当たっちゃったとかっていう時はすぐ洗います。で、ですね、まずこれは分かりやすいように、あんまり綺麗ではないんですけど、こういう感じでかかっているんですけれども、こっちからこっちがこれですね、着たやつで洗ってないもの、羽織とかコートとか、この間着た演習もめ、マネージャーの演習もめ、マネージャーの羽織とか、私が寒い時にすぐ羽織れるように上っ張りとか、昨日着た、ウールとか、あとは昨日使った帯、昨日使った帯締めっていうのをぶら下げてます。これはあれですよ、スラックス用のハンガーですね。ゴムがついてて、滑らなくて便利です。で、1日経ったら、今使ってる帯とチェンジになります。で、この子は畳んでしまわれるんですけれども、ここにいつも、伊達締めと腰紐もぶら下がっているという感じです。で、これは予備の腰紐、ベリベリとかね、予備のものでございます。はい。で、ここのマネージャーの、これはなんか帯がいっぱい、マネージャーなんか結局畳むの面倒らしくて、これ全部ぶら下げてるんですけど、ここを基準に、こっち側は逆に、洗ったものをかけてあります。この子は昨日初めて洗ったんですけど、洗って乾きました。でも1日さらにここに置いとくという感じですね。完全に乾いてから畳んでます。やっぱり生乾きで畳んで匂いが残るのが一番私嫌いなんです、洋服でも着物でも。なのでしっかり乾かしたいタイプなんで、そっちですね。あとは、洗った長襦袢がこう季節的に
使うものは結構重ねてハンガーにこういう感じで3枚ぐらいは重なるかな。1個だけトスコハの長襦袢出してます。ちょっとあったかい日が急に来る時あるのでこういう感じになってて、で最後にマネージャーの長襦袢が全部かかってるという感じですね。3枚そのままかかってますね。はい。なんでここに洗ったやつを超えて洗ってないやつっていう形でまずぶら下がってる子たちです。でコートとか羽織とかはあんまり着ないなってなったらすぐ畳むようにしてます。シワになって袋になるのでそれを防ぐためです。はい。洗わなくても畳んで片付けます。でこちら側がまあここからいつも着物を選んでおります。これは自由棚なんですね。私がうちら家建てたのが結構年取ってからなので、家を建てる前からこういう風に収納したいっていうのを決めていたので、それに沿った家作りをしていただいたんです。なのでここからここ全部自由棚で泊まるようになっていて、幅も決めれて、これあんま広いとね下抜けれなくなっちゃうので、それでまあ、一番上がウール、ここがウールですね。でこの上っていうのは使わない着物たちです。これをね一個ずつ今いろいろ整理していますが、ですね、いろいろあったやつですね。穴がちょっともう開いてるやつとか、穴って言っても虫食いじゃなくての穴です。はい、着すぎた穴です。これがウールですね。今現在進行中使っているウールで、こちらが夏の着物になります。でこちらが、夏以外の着物。夏と夏以外ってぐらいしかあんま分けないですね。はい。木綿系ですね。そう、ウール、綿麻、綿の夏系で木綿で、これがねちょっと私には計算外だった。マネージャーの着物の段っていうのがね取られてしまいました。しかもマネージャーあんまね取る場所が嫌な場所だとね、すごい嫌がるからわがままなんでね、なんでいい場所あげたよ。で自分が、ここがですね羽織物系の場所にしております。ロングワッパリもあったりロングコートもあったり、なので今かかってる黒羽織とかも一時着ないなと思ったら多頭紙に入れてここに入れておきます。はい。でですね下の段ですね、こちらが紬になります。合わせも一重も胴抜きもここの段の中で収まっている感じです。これ以上増やすつもりもないですし、まあ、ちょっと減らそうかなっていう気もしております。はい、こちらでございます。で、ですねここにこの見えてないやつと見えてるやつが分かれてるんですけど、紬に関してはクリーニングに出すので、クリーニングから帰ってきて袖通してなかったらこうやって閉じてて、ここに分かるかな、これもうこれ以上下がらないね。こうしたらかな、ここにね名前を書いといて何の着物かって分かるように自分でマスキングテープで書いてあります。はい。で袖通したやつはこういう感じで、で紬に関しては何回着たか分かるようにこの紙貼って何月何日に着た何月何日に着たっていうのを書いてあります。でこれでだいたい何回か着たら今シーズンでクリーニング出さなきゃなって1,2,3,4、これはもう4回着てるっていうのが分かるんですけど、これは2回しか着てないからもうちょっと頑張って着なきゃなとかね、そういうふうに分かるようにしてあります。はい。
でも、まあ、あまりにも着なかったら出さない場合もありますね。はい、で、ですね、さらに下ですね。ちょっとカメラがもうこれ以上下がらないのであれなんです。これが、もうちょっと入らなくなって作った段なんですけど、羽衣面とか、あと、レースの着物、マネージャーと私の分のレースの着物とか、あとは、クルメガスリとか、あと最近、富士工房さんで仕立ててもらってる、千織さんの着物をここら辺にちょっとまとめてて、結構お気に入りの場所みたいな感じになってますね。あとは使ってないタトゥー紙が入ってて、この、よくタトゥー紙に厚紙入ってるのあるじゃないですか。それを取ってあるんですよ、私。この下が、下もまたウールの着物になってくるんですけど、ちょっと、いただいたウールの着物と、あと真夏の、ちみちみですね。浴衣が入ってます。はい。で、ですね、これ、見て、っていうのは思うと思うんですけど、これどうやってこんなに急急に入れてるのって思うかな？気づく方いるかな？これ、こんなに急急にどうやってこの柔らかい着物を差し込んでいるかっていう。これはね、一緒についでに教えておきますね。お伝えしておきます。この、その、厚紙。多頭紙の下に紙が入っているものもあると思うんですけど、その紙を取っておいてですね。で、着物を畳みます。こう使うんですよね。着物を畳んだら、こうやって持ってきて、厚紙を差し込んで入れるんですよ。それで抜くと綺麗に入るんですけれども、もっとぎゅうぎゅうの時は、最後の1枚とかがギリ入らない時とかあるんですよ。そういう時は、この厚紙を2枚使うんです。着物せっかく畳んだのに、シワになったら意味ないじゃないですか。なので、まっすぐ持っていくために、まず厚紙を1枚使うのと、この、一番上に入れるときにあまりにぎゅうぎゅうだったら、これサンドイッチにして、こうやって入れると、すんなり入ります。で、先にこう、下抜いて、で、最後に上抜くっていう感じでやると、シュッシュって入るんで、せっかく着物畳んで入れたのにシワになってたっていう方は一度これを試しくださいませ。厚紙捨てないで取っておいて、こういうところの下に入れてるのはそのためなんですよ。畳むときに便利なんで。で、ですね、この隙間に、半幅帯とか、帯留めとか、入れてて、隙間も全部ぎゅうぎゅうに、いろいろたまにハックンが入ってたりビンちゃんが入ってたりするんですけれども、よっ、ここですね、ここニトリとかで売ってる、ここに足袋が入ってたり、これは帯締め、帯締めが入ってます。で、こう分けて入ってます。はい。これ全部半幅帯なんですよ。で、なので、あ、で、これマネージャーのです。で、半幅帯じゃないやつはこっちですね。名古屋はほとんど使わないので、どっかここら辺に入ってます。使うときに探すっていう感じですね。この上二つは嫁入りのやつと、あとはその自分で作った色無地。いや、大変なことになってる今。
ぎゅうぎゅうなんですよね。ここも。ハプニング。サンさんの砂糖紙がぐっちゃぐちゃになっちゃった。もう厚紙置いといた方がいいかもしれない。そこぎゅうぎゅうに入っております。はい、そうですね、喪服とか色無地とかいろいろ入っております。はい、で、ここに名古屋帯が入ってますわ。ここに名古屋帯が入っております。こんな感じです。はい、はい、こっち帯入っているという感じで、まああんまり使わないので、あ、これは着物用じゃないですし、ちなみに何だったかな、ベルメゾンだったかな、あの多頭紙の長さ測って、その横長のタンスを買ったんですよ。だいぶ昔なんですけどね。で最初これだけでやってました。もっと昔でしたら、最初の最初って言ったら洋服ダンスの一番下だけを着物用に開けて、そこでやりくりしてました、最初の頃はね。で、まあ、こっちが洋服ダンスとか、まあ、下着とかだったんですけど、今ここ2つも着物用になりましたね。ここは長襦袢、夏の長襦袢とか、着物の肌着ワンピースとか、ここはモスの長襦袢とか。で長襦袢すごい好きなので、長襦袢数が多いので、この2つがもう長襦袢になっちゃって、下2つだけ洋服ですね。はい、こんな感じでございます。で着物の多頭紙は、まあ、こうやって多頭紙があるじゃないですか、こうやってね、多頭紙があるじゃないですか。だったら、まあ、本来はこれが外側に行ってて、こうやって畳んで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 、まあ着物を日差しから守るんですけれども、ここをあえて折り込んでしまって、こっち側に、それでこういう感じで使ってるんですよね。なんでここから着物が見えてるっていう状態にしてるんです。そうすると何がどれかが分かりやすいっていうのがあるんです。でこれ流すと必ず焼けてないですかっていう質問が来るんですよ。毎回来るんです。このここだけ見えてるとこだけ電気でも焼けたり、蛍光灯とかね、ので焼けたりするのに焼けないんですかっていうね、質問が来るんですけれども、焼けるような、高い こう着物はまあこっちに入ってるっていうのもありますし、そうですね、この一番下の方にあるこの子たちが証券なんですけど、まあ、証券は下の方にいて、割に日差しが入らないようにというか、電気がつけても割に暗い感じになってます。で、まあ、上が、まあ、そんなになんていうのかな、電気の光で焼けるようなウールじゃないかなっていうのと、あとはまあこの部屋自体がウォークインクローゼットなので、着替えが終わると電気を消してしまうんですよ。なので
普段日差しが一切入らないんですよね。遮光カーテンにもなってますし、ここは真っ暗な部屋なんです、実は。なので日差しも入ってこないと。こっち側に窓が、部屋の窓があるんですけど、ここが壁になってるので、この後ろっていうのは全く真っ暗な状態になるんですよね。なので焼けないようにしてるというのも一つですね。なので生活居住スペースの中に片付けなきゃいけなかったら、心配やったらここに風呂敷かけとくとかするといいかなと思いますけど、真っ暗だったらそんな心配はないかなと思います。なので頻繁に着ない方っていうのは、ちょっとさらに何か被すものをかけとくか、それか頻繁に着ても常に電気の光が当たるようでしたら何かかけておいた方がいいと思います。こういう自由棚は、私は家建てる時に大工さんに作ってもらったんですよ。正直タンス買うよりも安いんですよで、タンス買ったのを持ってくるよりも全然安く済むので、一番安上がりな方法で一番収納が多いやり方を選択したっていうだけなんですけれども、最初は、メタルラックを買って、そこにそれを置こうかと思っていたぐらいなんですね。なのでメタルラック、シェルラックって言ったらいいのかな、ラックで、代用もできます。はい、なのでラックで代用するんでしたら、そうですね、ほんとスカスカなのでちょっと上に布をかけた方がいいかなと思いますね。焼けるっていう心配もなきにしもあらずなんでね。あとはスノコで作るっていうのも一つの手ですね。タンスをスノコで作るっていうのもありますしね、いろいろあります。はい、要するに多頭紙がまっすぐに入る長さで、棚をあんまり広くしない、細かくしてっていう風にすれば、収納しやすいですよっていうことです。はい、なんで今マンションとかだったらもう備え付けのクローゼットになってたりして、もう洋服用とかになってたりとかするのを、もう勝ち無視してもうそれに棚をつけちゃうっていう手もありますよね。この自由棚はもう自分で作れるんですよね。こういうレール買ってくれば作ることもできるので、そういうことも一つ、考えれるかなという感じです。はい、結局はあんまり深い幅ですと着物は重いので抜けなくなるので、洋服よりもちょっと狭いかなぐらいな感覚の棚がいっぱいある方が使いやすいよっていうのと、いろんな畳み方あったり掛け方あったりするんですけど、着物長期にわたって傷まないように片付けるには、やはり多頭紙に包んで休ませてあげる方がいいですし、それですとこう畳んでしっかり押しアイロンみたいになるので、木綿ですとね、木綿も麻もそうですけど、洗ったらちょっとシワにはなるんですけれども、それが着る時に少し抑えられて落ち着くっていうのもありますので、綺麗に多頭紙に畳んで置いとくってあんま悪いことじゃないんですよね。で、多頭紙ごと引っ張って出しやすいですし、私は多頭紙収納という形をとっております。はい、一番出し入れしやすい、生活しやすいかな。それがいろいろやってみたんですけど、昔々七尾さんでこういう多頭紙を多頭紙でこうやって保存してますっていうね、やりくりしてますっていう方のやつを見て、私もそういうやり方がしたいなと思ってしたんです。で、その前までは多頭紙じゃなくって着物を畳んで、最初の頃は三つ折りして洋服ダンスに無理やり入れたりとかしてたんですけど、やっぱシワになったり、下のを着たいなって時に上のやつぐちゃってなって畳み直さなくなって、すごく嫌な思いしたりとか、そういうのが多かったので、
やっぱ綺麗に伸ばして畳める方が全然せっかく畳んでも綺麗に保存できるので次切るときに気持ちよく切れますね。それはおすすめかなと思います。はい、ちょっと私の場合は特殊もう着物着るって分かってて作った家だったので、もうなんていうのかな、それまでのストレスがかなりあったから、こうしたいって思いが強くて作った場所なので、こういう着物に適した収納場所っていうのがあるんですけど、普通はないんで、だったら楽で作られると一番楽ですと90幅とかあるので長いのできますので、タトシでこう入れていけますので、一番楽かなっていう気はしますね。あとはそのこういう横長のタンスを買うというのも一つの手なんですけど、タンス買うって結構難儀なので、あれもしました。押し入れ収納ボックスに収納してた時もあります。最悪でしたね。押し入れ収納ボックスは本当おすすめできない。湿気はたまるし、まず深すぎて下が取れない。もう着物から一番離れちゃったですね。もう出すのがめんどくさくなって、あれは一番おすすめできないですね。やっぱせめて引けないと、引いて出すこうタンスになってないとあれは無理っすわ。なんでまあプラスチックのでもこう引いてとにかくタンス状態になるやつじゃないと、ただ深いっていうのは一番使いづらいので、理にかなってないのでおやめになった方がいいかと思います。はい、な感じでございます。これがこうなんていうのかな、うまくお伝えなんだろう、まあ全員が全員それできるかってちょっと難しいんですけれども、そのラックで応用するっていうことはできると思いますし、あとはその多頭紙をそういうふうに使えるよというので、多頭紙はまあ古くなったら捨ててますわ、まあ、ちょうど湿気取ってくれるしね。1年に1回買えるとかそんなね豆な人じゃないので、紐切れたら買えるぐらいしかしてないんですけれども、汚いなと思ったら捨てるっていうのをして、なんていうのかな、それでいい感じにしてるかな。でクリーニングから戻ってきたら綺麗な多頭紙で来るのでそんな感じでなんかいい感じでこうローテーションしてるのかもしれないですね。はい、なそんなところで、まあ着物ってやっぱ着たやつも洗濯しないで畳むっていうことをしなきゃいけない。特に紬とかはマジでそうじゃないですか。合わせ仕立てとかはね、ずっとシーズン着なきゃいけないけど、前から洗うわけじゃないので、で吊るしっぱなしだと袋になってすぐ形が崩れちゃうので、ほんと1、2日かけておいたら必ずすぐ畳むようにしております。で、ちゃんと着たらクリーニングを出すんですけれども、やっぱその畳む時にやっぱり着物同士ぶつかるよりも間に多頭紙があって重ねていった方がなんか汚れがついててもねこう気持ち悪くないじゃないですかなのでそんな風にしております。またまあね横着なんやけどちょっと潔癖なところがあるので、なんかあんまりこうぐちゃぐちゃになるのはすごく嫌なんですよ。そうなんです。なのでそこら辺気をつけているかな。はい、な感じでございます。まあ参考になればいいかなと思うんですけれどもはい、まあ要するにかけるところ、干したものをもう一度干しておくものをかけっぱなしでも洗濯したものを置ける場所と畳む場所っていうのがあるといいねっていうことですね。そうすると一番着物が着やすい環境になるかなと思いますね。これ本当洗ってすぐ畳めないので着物ってやっぱちょっと襟足のところちょっと心配やなとかね、場所にね、北陸なんて特にそうですけどね、そういうのとかあるので、その洗ったものをきれいに置いとく場所も必要だし、洗ってないものをかけとく場所も必要だし、
あとは畳んで保管しとく場所も必要やし、3つ必要やと思ってください。かける場所に関しては、まああのね、この自立してこうかけるだけのやつとかもあるので、それうまいこと利用して、で、丈長くない、背が高くないと着物すっちゃうので、そういうの買う場合は長い、伸ばせれる、背が高くできるかどうかだけ確認したらいいかなと思います。なのでこれも結構背が高い位置に、私がギリギリ手届くぐらいのとこなんですよ。ちょっとつま先立てしないと、普通に背伸ばしたらこれぐらいなんですけど、こういう感じでなんですよ。でこっちが反対が、私洋服かけてるんですけれども、こっちは低いんですよ。で、こっちは高くて、この付け根とこの壁との距離が深いんですよね。着物ハンガーが、こう、シュッて収納した時にしっかりこう、挟まるように、こんなんならないようにしてるんですね。洋服用にしちゃうと、どうしても、壁に寄りすぎて引っ掛けれなくなって袖が当たっちゃったりするので、そういうところを気をつけて作ってもらいました。で、まあ備え付けじゃなければ自分でこう購入して、こうね、高さ長くできるやつがあると便利かと思います。はい、今日はこんな感じで着物の収納をお見せしました。お役に立てれば幸いでございます。はい、またリクエストありましたら、あれですね、LINE の、オープンチャットでメンションしていただけても結構ですし、また LINE の方で、みんなで、質問し合って喋ってるのに対して私が動画撮る時もありますし、また疑問点、聞きたいことなどありましたら、書き込んでいただけたらお答えします。気軽に。はい、そんな感じでございます。はい、それでは今日も、今日は外に出ない。はい、天気が悪い。はい、それでは皆様良い一日を。はい、揺れとる揺れとる。はい、真ん中じゃないし。いや、ほんとやね。直したって。揺れとる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 。はいはい。チャンネル登録はこちら。